ずっと私がこう見てきた感じで言うと、福田さん健康一滴という感じです。何が健康一滴かというと、民主党が飲むかどうかわからないということ以上にですね、自民党側がね、飲むか飲まないかわからないということで出してきたということだから、少しこう客観的に見るとですね、小泉さんの真似したところなんかじゃ、福田政権のいわばその目をかけたというぐらいのものだと私はまず認識しています。ただしね、それがその目をかけてうまくいくかというと、多分いろんな要素がいっぱいあって、当面ですね、6月ぐらいまで混迷の混迷じゃないかなという感じですね。で、具体的にどうなるかと言いますと、おそらく今の今日29日ですけど、4月1日になると確実に今の情勢でいくとガソリンは下がります。そういう意味で言えば庶民は非常に拍手喝采です。それは間違いなくですね。で、現にテレビ等を見てても非常にみんな買い控えをして喜んでるわけですよ。一方困ってることも一つあるわけですね。それは自治体です。1800の自治体が全部予算執行できないということを言い出しておりまして、実際に現に新潟県などですね、いくつかの事業発注しないということをもう決めてるわけで、ゾロゾロ増えてこざるを得ないわけです、ね、するとそれを当てにしている中小土木業者なんと、もう明日から空港方法困るということで、困るという状態が続くんだと思います。で、これに対する手はですね、4月29日になると憲法上ね、衆議院は自分たちの送った法案が60日経っても採決されてないということで、衆議院優位の原則に基づいて再可決できるということになっておりますので、今のところですよ、福田さんの意見を聞くと、彼は暫定税率の部分を廃止しないと言ってますから、4月29日、実際上ちょうどその頃ゴールデンウィークにかかりますから、ゴールデンウィーク明けじゃないかと言われてますけれども、もう一回ガソリンの値段を元に戻す、25円上げるという議決をします。で、それができるかどうかということですよ。できるかどうかの一つはですね、国民のこう何て言いますかね、世論がね、今のところ圧倒的に税率を下げて一般財源にしろというのが多いわけです。で、現実にそのことについての何て言いますかね、具体的な利益を享受するわけですよね。で、非常に助かるわけですよ、具体的に。で、その時に自民党は強行採決すると、いくつかの意味で裏切りになるというですね、一つは参議院の人と異なっている、これはまあ当然のことなんです。もう何ていうか、国民の世論と異なっているということありますので、おそらく民主党はそれに対して問責決議を出すと聞いてますけれども、その時のその問責決議は単に福田が悪いんじゃなくてですね、国民の世論と反する衆議院自体がダメだということの問責決議になってくるというふうに思うんです。で、それはまあ政治的に非常に大きな争点です。で、その時に法的にはその3分の2で可決できたとしてもですね、政治的に福田さんが持つかどうかということです。それは世論が決めるんだというふうに思うんです。で、その時にもう一つ重要なことはね、これ今ガソリン20分上がるか下がるかという議論なんですが、本当は何が問われているのかと、もう別の言い方すると、なんで民主党はこんなにね、いわばもう2つの目標のうちですね、一般財源がすると言ってるわけですから、これを確実にさせればね、戦利品のかなり大きなものを取ったわけですよ。で、25円を下げるなんてもっと大きいことを取るから、ある意味では民主党の目標も達成すると思うんですけれども、なぜね25円にこだわってこれだけやるかというと、25円下げることは重要だということ以上にね、私自身はやっぱりこの道路特定財源というのはガソリンの問題じゃなくてですね、日本の構造システムね、要するに全部国土交通省が59兆を持って、で、道路族と組んで、で、族議員と組んでですね、あるいはその土木業者を切ってこう世の中を動かしてくるという田中角栄以来のね、このこうシステム、日本の与党を支えてきた、あるいは日本の社会秩序全体が、例えば自治体、1800自治体分権と言いながらみんなそこに陳情せざるを得ないというのは、これを壊さなきゃいけないということがあるので、この25円を下げることを非常に具体的な形で訴えてるんだと思って、ところが私の見たところですね、まだその25円みんな分かってるんですけど、その道路特定財源単にガソリンの問題じゃなくてですね、日本の中枢システムのシステム、これを壊さない限り夜明けは来ないんだということについて気づいてるかどうかについてはまだ疑わしいと。だから民主党側からすれば、その再可決までにね、そういうところまで国民を
にその意見を浸透させるかどうかっていうのが勝負でだと私は思うんです。でそこが一つのピークです。で勝負しきれなかったです。4月29日以降採決された時に、でもうすぐ決議案も政治的なことあるけど法的な意味もないですからすかされた時に今度民主党どうするかっていうのはこれはよくわからないんですよ。でその次第2幕ありましてですね、福田さんはその、25年株枠化するんですけど一般財源すると言った公約を守れるかどうかっていうのがあるんです。で昨日あたりかずっとテレビと報道見てて分かりますようにあれは福田が勝手に言ってるだけでですね、で、まあ、今回民主党がこう言ってるからちょっと透かしていよいよ税制の抜本的改革これ12月頃って言われてるんです。その時にまた骨抜くすればいいやというのが依然として根強い。だから言い方としては政府が決めたって与党は全然関係してないという言い方で、またありましてね、もう一度その一見民主党から言えば本丸町の本丸の一般財源かということについてももう一度ぐちゃぐちゃくる可能性もあるということです。その時この民主党はどう出るかということです。この表面的に言えばですね、で2番目の流れはね、だから第1幕4月29日以降の再議決、第2幕は一般財源かということですが、第2幕はそれと別にですね、福田はもう持たないという意見もあるわけです。おそらく再議決まではから職務とかやらなきゃいけないと思いますし、やった直後にもうサミットが来ますからね、サミットぐらいまでやるんじゃないかというふうには一応思われます。どんなことがあってもです。ただ実際上は死にたいということ、参議院で何にも通用しない、それから一般財源からもっともっと巻き返される可能性のもとどっか死にたいというふうに見つけたら自民党総裁選が始まるんじゃないかということも言われています。その時に選ぶ自民党総裁というのはですね、もう選挙で勝つというしかないですから、まあ、今上がっているのは麻生さんというのもみんな知っているんですが、もう一つは小池さんというのも出ておりますし、あるいは新人のダークホースみたいな、ね、やつもあるかもしれない。これは明らかに小沢民主党と後に衆議院選挙で勝つ主役というのは誰かということになってきまして、これで今度またマスコミがこうなってくると、今言ったせっかくそのみんなが掴んでるようなこの何ていうか日本の戦後の構造中の構造の日本の政治を堕落させた最大の原因が吹っ飛んじゃって、また候補者選びにですね、目移りさせられるかもしれないというのが第2幕で、最終的にどっかでもう解散は必至で、その時に、与党が勝つのか民主が勝つのかです、ね、ここがおそらく私の感じではね、戦後最大の選挙、最も重要な選挙になるだろうと。どういう意味かというと、要するに政権交代がはっきり目に見えている選挙になるだろうと。で政権交代もただスキャンダルじゃなくてね、それは一連の流れの中でやっぱりこう政策論でまともに衆議院から追っかけていって、参議院大手で追っかけていって、で、運動と政策が結びついて大手をかけるというのはもう稀に見る偶然だと、私はもうずっと中高の頃から政治に興味を持ってずっと 3,40 年見てきたんですけど、最大の感じ細川さんも見ましたしね、もちろん三上さんとも見てきたんで、最大のこういろいろ振ってきたという感じです。で民主党がもし負ければこれかなり10年とか20年ぐらいもうないなと思うぐらいの感じですよね。